私、眠っちゃってたのかな。あ、絵筆が落ちてる。頭がクラクラする。それにナイトさんもいない。このペースじゃコンセプト原画の残りは明日にならないと完成しない。チョカお姉ちゃんと約束した日は今日なのに。ここの芝生は柔らかくて踏み心地がいい。まるで雲みたい。ずっとこんな芝生の上で絵を描けたら幸せなのかな。この絵はいつできたんだろう。ナイトさんだ。おはよう、クレシュ。おはよう、ナイトさん。クレーシュ、顔色が少し悪いようだが、どこか具合でも悪いのか。少しめまいがしてたんだけど、もう大丈夫だよ。何か食べた方がいいかもしれないな。あれ？ナイトさんがアトリエにいなかったのは、私のために朝食を取りに行ってくれてたから。昨日眠る前には絵を完成させたいと言っていただろう。君は何かに集中してしまうと周りの変化になかなか気づかないから、故に途中で眠ってしまったことにも気づけないだろう。ごめんなさい、ナイトさん。今度から気をつけるね。ナイトさん、チョカお姉ちゃんは戻ったの？ああ、彼女は今持ち帰った粘土鉱物の処理をしている。じゃあ私の進捗を聞かれたりした？聞かれてはいない。彼女はそもそも完成させられない可能性があるとは考えていないからな。どうやら本当に完成していないようだ。明日にはできるから。つまり今の話を実現させるために今夜もアトリエにこもるつもりなんだな。それは。グレーシュ、ジョカ殿は出版社の編集ではないし、君も連載持ちの漫画家ではない。今の君たちはこの大地で暮らしている普通の人間だ。普通の人間。ナイトさん、その話は筋が通ってるけど、後半は私だけだと思う。ああ、そうかもしれないな。君は火種計画や豪奢計画の執行者ではない。そして予備案として選ばれた箱舟計画も、箱舟が寄港してから計画は進んでいない。今の君は多くの明日を持っている。誰も催促してこないし、未来の心配をする必要もない。なのにどうしてそんなに焦って明日と口にするんだ。私、あ、どうして私の秀作がここにあるの？心配ない。まずは秀作を回収しよう。絵の中の世界綺麗だから気に入ってほしい。いや、ナイトさん、えいはっと。
トさん。回収完了だ。ありがとう、ナイトさん。礼は不要だ。とにかく、ナイトさんが手伝ってくれてよかった。外に逃げられたら、大変なことになる。今まではずっと、収納箱の下の方にしまってたんだけど、昨日ジョカお姉ちゃんに渡す絵を整理した時に、うっかり混ぜちゃったのかも。心配する必要はない。さらに外に逃げられたとしても、誰かが処理してくれる。それって、ジョカお姉ちゃんと、復帰お姉ちゃん？お姉ちゃんたちは、融合戦士じゃないよ。相手が収束でも、きっと困ると思う。君は、また今日が何の日か忘れているようだな。ナイトさん、まさか、他にもジョカお姉ちゃんと約束したことがあるの？まあいい。君はしばらくの間、ずっと絵に集中していたからな。忘れてしまっても仕方はない。だが、後でジョカ殿に聞かれたとしても、驚いた表情を見せないように。素敵な景色だね。いくら見ても飽きないと思う。ああ。まだらな木々の影、澄み渡る水の光、それに濃さの違う緑。あの角度からの構図もいいね。絵にする価値がありそう。グレイシュ、紙は必要か？うん、ありがとう。ジョカお姉ちゃんと復帰お姉ちゃん、グレイシュ、我がそんなに怖いのか？違うの。ただ、ジョカお姉ちゃん、ごめんなさい。約束してた原画だけど、一枚だけできてなくて。それなら、できた原画を見せてもらってもよいか？まだ、ダメかも。だって、原画を全部渡した時に、ジョカお姉ちゃんをびっくりさせたいから。構わぬぞよ。今渡してくれても、我はびっくりするぞよ。でも、グレイシュ、これほど優れた技術を持っておるのに、原画がないゆえに何もできず、粘土の前で途方に暮れている我を見ても、心が痛まぬのか？そちは単に見たいだけだろ。だったら何だというのだ。せっかくグレイシュが信州に来てくれたぞよ。いつここを出るかもわからぬし、彼女がいるうちに我らの友情を証明するものを残すべきぞよ。ソチがグレイシュにお願いした絵に、皆のイメージを忠実に再現する写真のような機能があるなら、我も多くは言うまい。しかし皆を原型にして勝手に二次設定を加え、さらにこの時代の人間に受け入れられる形で神話を編纂するなど、ソチは恥ずかしくないのか？全然、むしろ誇りに思っておるぞよ。我らはこんなに頑張ったのだ。神話に登場してもおかしくないぞよ。しかし結局のところ、それは後の話ぞよ。グレイシュが原画を見せてくれたら、我の神話編纂の道もきっと今よりも順調。姉上、なぜ頬をつれる？いい加減にするのだ。ソチだって、フィギュアができる前に、他の人に細部を見せるのか？見せるぞよ。相手がアドバイスをくれるかもしれぬしな。グレイシュ、ソチはジョカの話を鵜呑みにせず、自分のペースで書けばよいぞ。だが無論、我ら以外の人には、
簡単に絵をあげぬように。この件に関してはナイト殿、グレイシュに注意してほしいぞ。ああ、そうする。なんだか姉上の言葉に含みがあるような気がするぞよ。経験談ぞ。芸術品が氾濫すると市場が干渉を受けるだけでなく、本来の価値が一気に下がることもある。グレイシュの絵が未来で一枚しか売れぬような状況にはなってほしくないぞ。とにかく世間話はここまでぞ。なんといっても今日は年に一度の先行者集会がある。真面目にするべきぞ。ふむ、行くぞよ。なんだかグレイシュが驚いておるぞよ。みんながこんなに早く来てくれるなんて思ってなかっただけだよ。何しろ相手はケビンとスーゾ。フアに関してはもともと信州で活動しておるし、ここに戻ってくるのに不便はないぞ。久しぶりだね、グレイシュ。スーおじさん、ケビンおじさん、久しぶり。去年より少し背が伸びたようだ。箱舟が帰ってきて1年の間に私とグレイシュがいろんな場所に行ったからかもしれない。うん、運動は嫌いだけど骨の成長を促す効果があるってメビウスおばあちゃんがよくそう言ってたよ。ふむ、それはケビンにも当てはまるぞよ。確か学生の頃は運動が一番得意だったとメイ博士がそう言ってたぞよ。運動で背が伸びるかどうかなんてケビンは全然気にしてなかったけどね。スー、あ、多くの少年と同じように僕はただ勝利を手にした時の感覚を気に入ってただけだ。そして勝利の後に得られるかもしれない注目も。そういうことだったんだ。ここにバスケットボールがないのは残念ぞよ。あったらケビンおじさんに腕前を見せてもらえるのに。バスケットボールはないが、今回は別のボールを持ってきた。これは僕たちが避難所で偶然見つけたエデンのコンサートの記念品だ。これをグレイシュにプレゼントしたい。ケビンおじさん、私本当にもらっていいの？もちろんだ。今の僕よりも君の方がふさわしい。旧時代がまだ幕を閉じていなかった頃、この水晶玉、あるいはその同類はいくつもの眠れぬ夜を共に過ごしてくれた。当時の僕はこれを見つめた時に、音楽に乗ってこの小さな楽園に入ることでわずかな安らぎを手に入れられたんだ。だがある日、その力は突如として消えた。音楽は心に安らぎをくれず、むしろ僕にとっては眠れない理由になった。わかってるんだ、音楽は変わっていない。本当に変わってしまったのは僕の方だと。グレイシュ、君は純粋な子だ。その純粋さは君によく様々な視点を与えている。僕はこの音楽や小さな都市から見出せなかった、見ることもできなかった風景を眺められるだろう。だから君はこの水晶玉を受け取るのに最もふさわしい相手だと僕はそう信じている。でも、グレイシュ、これは僕とケビンが前から決めていたことだ。ただ君が地球に戻ってきたばかりの頃はこれを渡すタイミングではなかったから。わからぬぞよ。タイミングがそんなに大事なら半年後にやってくるグレイシュの誕生日にあげた方が。
もっと意味があるではないか。それもそうだね。でもグレーシュがずっとここで暮らすとは限らないだろう。我らをこんなに気に入っているのだから、グレーシュはきっとここから出たりしないぞよ。うん、そうだ、フアはどこにいるぞよ。さっきまでここで一緒にお茶をしていたではないか。ああ、菜園が気になるって言いながらさっき急いで離れていったよ。我がいるぞよ。菜園に何かあるわけなかろう。そっちだからこそフアは安心できぬぞ。姉上こそ一度も水を運んでおらぬし、菜園に行ったことすらないのによく言うぞよ。恥を知るべきぞよ。グレーシュ、そっちとナイト殿さえ面倒でなければ。分かった、フアお姉ちゃんを呼んでくるよ。スー、去年頼んでいたことの進捗はどうなっているぞよ。残念ながら君が読みたがっていたあの漫画の結末は、世界と共に海に沈んで死産する泡となってしまったよ。もう探す術もないんだ。まあよい、あの世界はかつての我らの文明と本質的に何の違いもなかったと、もっと早く気づくべきだったぞよ。我らはただ運に恵まれて続きを紡ぐ機会があっただけぞよ。ああ。それで他に面白そうな世界は見つかったか。そのアニメ、漫画、ゲーム、映画、小説がたくさん存在する世界ぞよ。少しならあるよ。よかったぞよ。フアがまだ戻らぬうちに少し見せてくれぬか。きっと我の神話創作に多くのインスピレーションをくれるはずぞよ。ナイトさん、準備できたよ。では出発しよう。